はい、皆さんこんにちは、辻吉です。暑いですねこっち。シドニー、私の住むオーストラリアって日本と季節逆、南半球なんで今こっち夏真っ盛りなんですね。で今日は久しぶりに夏日になって、外気温が40度を超えてます。暑いですね。はい、っていうのはまあ置いといて、このリール、去年かな、確かインプレ出したと思うんですが、購入インプレと3ヶ月使用した後のインプレを出した、シマノの、19ストラディック、これ 4000XG です。なんですが、これ使用時間がもう200時間超えて、今220時間ぐらいかな経って、まあ総括としてインプレを出してみたいなと思います。でこれですね、主にライトショアジギングに私は使っています。20g から50g、たまに 60g のジグも投げますねぐらいで、P は大体 1.5 から2号ぐらいを使用したライトショアジギングで使用しました。でこれで取った魚は、大きなやつだと、ジュフィッシュ、日本でいうオオニベっていうんですかね、を、4本か5本ぐらい取ってますね。一番大きいので91センチぐらいだったと思います。大体まあ65から80ぐらいのやつを取ってます。でそれはね、このリールにとってははっきり言ってあんまり負担にはなりませんでしたが、やばかったのがヒラマサですね。これで多分ね20本ぐらい取ってると思うんですが、まあちっちゃいので60センチ、大きいので78ってのが一番大きいかな、このリールでは。でヒラマサってね、根に突っ込む習性があるんで、もうリールとかラインが切れるギリギリのところまでドラグを締め込んで勝負するんですね。で巻きもゴリ巻きが基本になるんで、結構な負荷をかけて勝負しました。まあでそれで220時間、まあかなりね、日本で使ってる方に比べて私調光回数が非常に多いので、まあ、かなりね激しく情け容赦なく使っていると思います。今も使ってます。でその220時間の使用で、感じた感想ですね、まず100時間経って、ここのねギアにクリアランスに結構ガタっていうか遊びが出てきたんでオーバーホールをしました。で原因はこっち側のねシャフトのこのギアシャフトのハンドル側のボールベアリングが結構ガタが出てたんで、それだけ交換しましたね、社外品に同じサイズの。それ以外は、ね、ギアも全然平気でしたね。やったオーバーホールは全部バラバラにして、ギアとかを脱脂して、傷とかをチェックして、もう一回グリス塗って、もう一回組み込んで、組み込む際にはシムを追加したりしてクリアランスをもう一回、きっちり合わせ直した、あと芯出しもしたっていうのを私自分でやりました。でその後にこれ120時間経ってますね、オーバーホールから、で120時間経ってどのぐらいガタあるかって言ったら、このぐらい、まだ全然 OK。どのぐらいかというと、私が新品で買ったダイワのカルディアの新品箱出しの時のクリアランスぐらいです。だから全然問題ないぐらいですね。だからこのリール買った時このクリアランスゼロだったんで、ものすごいいい状態でしたんで、まあさすが島野さんだなと思いますね。はい、で何かあと変わったとこあるかなというと、この巻き感が、最初はもう全くなんていうんですかね、ザラつき感のないサラサラサラ、ヌルヌルではないですけど、サラサラサラっていった感じの巻きだったんです。さすがマイクロモジュールギア2だなと思ったんですが、今ね巻くとね、さすがにドリドリしてますね。音でも聞こえると思うんですが、さすがにザラつき感が出てきてます。まあ、これはしょうがないなと思いますね。220時間使ってヒラマサとかゴリゴリで巻いてこんだけで済んでるっていうのは大したもんだと思います。あとレールアームとかのこの質感もそんなに音も変わんない。ただしここの部分、これ分かりますかね、ここがかなりね弱くなって、ガタが出てきています、両方とも。これはこれもしょうがないですね。ものすごい負荷をかけて、ドラグもほとんどガチ締めで、それでもジャーって出されるぐらいのファイトを繰り返してきてますので、まあしょうがないなと。かなり頑張ってる方ですね。でラインローラー、これは恐ろしいことに200時間超えるまで全く問題なし、アブソリュートリーノープロブレムっていうんですかね、もう本当にメンテナンスフリーでしたね。時折ここにオイル一滴垂らすぐらいで全く問題ない。で最近ちょっとねシャーシャー感が出てきたかなぐらいですね。まあメンテしてオイル刺して洗って
乾かしてオイルさして一滴だけ落として次調光行って3時間とか連続でずっとしゃくってると、まあ納棺前3時間ぐらい経った時にちょっとね、あのシャーシャーっていう音じゃないですけど感覚が出てきますね。ですからまあここ の, あのラインローラーのベアリングは多分もう寿命なんでしょうね、うん、にしても220時間1年半こんだけ使い倒して巻き倒して持ったっていうのは本当にすごいなと思います。でハンドルはねこれあの平べったいやつだったんで、もうあのゴメクサスの、社外品のパワーハンドルに変えてます。でゴメクサスのベアリングね結構いいですね。ちゃんと当たりをつけてからあのつけたらまだこれ分かりますか、もうぐるんぐるん回ってますね。めちゃくちゃ感触はまだいいです、うん、で今ね皆さんの多分、うん、興味ご興味あるのがストラディック20ストラディックの4000番から1万番まで多分出てると思う、ソルトウォーターのモデルですねが出たと思うんですが、まあ私 5000XG を最近購入して持ってるんですけどね、まだ1回しか使ってないんで何とも言えないんですが、あのあれにある4000番とこの素のストラディック19ストラディックの4000番何が違うんだろうと思ってですね、あのいろんなところ見てみてパーツとかの中のギアとかの型番とか値段とかも見てみたんですが、ちょっと驚いたことがありまして、基本的に 100% そうとは言えません、メーカーには問い合わせてないんで、ボディの形状と、中の、ピニオンギアメインギア等のパーツの値段はパーツ表見て全く一緒でした。でおそらく同じものですね。でソルトウォーターは何が違うのかというと、あのこの継ぎ目の部分、ボディの継ぎ目の部分に撥水グリス、フッ素系のグリスが塗布されているというのと、最初からこのハンドルがパワーハンドルになっているという点、あと色が違うですね、でこのラインローラーの部分もちょっと違うんかなというぐらいのもので、それ以外は基本的に私は同じものだと感じています。はい、ですからその多少防水性能が上がった後、パワーハンドルが最初からついている色がかっこいいな、これ多分ボールベアリング、まあこの辺値段一緒だったな、が耐久性が上がってるかもしれないっていう部分で、まあ1万円ぐらいの値段差ありますよね、そこをどう取るかだと思います。で耐久性とかどうだろうっていうふうにご心配されてる方がいらっしゃいましたら、私多分ね、私の使い方ってこれ異常だと思うんですよ。この、クラスの、ミディアムクラスの、SW じゃない機種をここまで、ゴリ巻きでヒラマサとかをねバンバン釣り上げるっていうのは、そんな使い方を1年半繰り返して、このぐらいの、劣化で済んでます。これ多分ね、このゴリ感とかその滑らかな新品時の質感とかを気にしないで、ライトショアジギングで使い続けたあと半年ぐらい持つんじゃないかなと僕は思っています、うん、これはねびっくりですね、素晴らしいリールだと思います、はい、ただまあこれ2号で 200m ぐらいしか巻けないので、もう少しハードに使われる方、例えばサーフとかで大荷で、例えばメーター以上のやつしか狙わないような方、もしくはサーフからブリとかヒラマサを狙う方で、まあ、ラインは 300m あった方がいいなっていう風に感じられる方は、これの5000番 C の5000番を購入されるかと、されるといいと思います。何が違うかって言っても全部一緒、ハンドルがパワーハンドルが入っているのと、スプールの径も長さも一緒なんですね。この深さが違うんですよ、ちょびっとだけね、深いんです。それだけの違いですので、まあ、そういう方は5000番を購入されてもいいのかなと思いますね。で、バシャバシャ塩をかぶるような状態、まあ、オフショアで使うことがあるんであれば、まあ、これの SW、最近発売されています SW を、ご検討いただいてもいいんじゃないかなと思います。私は岸壁からの普通のライトショアで使いますので、これでも必要十分な性能です。これ以上のものをもし私が買うとすれば、まあおそらく近日発表されると思います。まあもう発表はされてるのか、リークはされてるのかな。新しい、ツインパワーの、ソルトウォーターの4000番を考えるか、それ飛び越えて現行のステラ
の、4000番の SW ですね、 SW の4000番を多分買っちゃうんじゃないかなと考えています。うん、でそのただその高いリール買ったからといって魚がいっぱい釣れるかというと全くそんなことないんで、釣果にはほとんど これだけの性能があれば、釣果には ほとんどというか全く影響出ません。あの問題なく釣れますんで、これ以上のものを買うご購入されるんであればもうそれはあの所有欲を満たすとか、この巻いてる時のこのぬぬぬ感かっちり感、釣れるまでのそのプロセスをエンジョイ楽しまれるっていうあの目的でご購入されるのじゃないかなと。まあでもそれもね釣りの一つなんで、この持っててウヒヒヒって買っちゃった捨てる買っちゃったって言ってる時間も釣りですから、それも幸せの一部なんで、あのそれは全然否定しませんし、私自身もステラ持ってますからね、あのムンムン言いながら鼻気荒くくるくる回してる喜びありますんで、それはよくわかります。まあですからあのもうこれ以下の性能だと何かあった時にこれはまずいぞと、あの取れないことがあるぞと、もしくは釣果にもうダイレクトに影響するぞっていう部分のこれが最低ラインで、これよりこれを買っとけばとりあえずライトショアジギングの目的に関しては全く不便が出ないぞっていうレベル の優等生的なリールですね。あの全科目90点取るあの秀才みたいな人ですね。あの全部100点じゃないんですけどね、天才ではないんですけどかなりイケてる秀才、っていう感じのリールでした。でこれはおそらくあとちょっと1ヶ月2ヶ月ぐらいちょっと使ってみて、まあ同じものを買うか、どうか決めようかなと今考えてる途中ですね。なんでかっていうと私ずっとこれに合わせてるネッサの CI4 というロッドを使ってるんですが、あれは2年かなもう使って、さすがにね あちこち壊れてきたんですね。あのガイドが吹き飛んだり、あの継ぎ目がちょっと緩くなってきたりですね、あとギシギシ言うようになって、あの買った時と同じくらいのその張りがなくなってきたんですよ。っていうのももう平政とかかけてもうガッチガチで、あのロッドの限界まで戦う試すっていうのを何回も繰り返してますんで、さすがにねやれてきてる。でちょっとね次のあの他のロッドも買ったんですが、あのデスタのランウェイね、あれはどちらかというとガチショアジギングよりの、ライトなロッドなんで、これとは合わせられないんですね。もっとあのキャタリナとかあのセルテートとかの HD とかその辺の重い 400g 以上のリールを合わせるロッドなんでちょっと合わないんですね。でちょっとこれにこのライトショアジギング用途にちょっと考えてたロッドがあって、つい先日購入しました。それはまた別の動画でご紹介したいと思います。でそれに合わせるリールとしてですね、これをしばらく使ってもうダメだこれは壊れちゃうなっていうところまで使って新しいリールを購入したいなと、まあ、これが最低ラインですね。ここ、何の不満もないからこれぐらいのやつを、合わせるリールをちょっと買ってみたいなというふうに考えてます。本当にこれはお疲れ様でしたって、まだ引退してないんですけど素晴らしい、リールでした。もう本当に満足です。はい、島野さん恐るべしありがとうございます。本当に、はい、以上ですね、19ストラディック 4000XG を、200時間超、本当にしばき倒して巻き倒した、総括インプレという形でお送りさせていただきました。ありがとうございます。ついにはちょっとアイスでも食おうかな。アイスあったかな。 あれなんでこんなところに、冷え冷えのストラディックがある。しかも C の5000番だな。いやこれはいいや、ちょっと暑いし、美味しくいただこう。いやーラッキーだな。いや買わずに済んだな。こんなところに冷えたストラディックがあったんだ。